ですね、ちょっとね、まあいろいろ買いたいものをちょっと探しに来ました。ミルブレンダーとかね、アーモンドミルクをね自分で作りたいなっていうのもあって、そういうのを探したり、さっきね見てきたんですけど、ソロブレンナーっていうね、これをちょっとね買おうかどうしようか迷ってるんですね。実はあの水の中にアーモンドを入れてアーモンドミルクを作りたくって、ただこれちょっと見てみると、普通のジュースは作れるかもしれないけど、アーモンドとか固いものはダメかもしれないなっていうのもあり、音楽を聴きながらとか自分が何喋ってるかよく分かんなくて、だからちょっとね硬いものはどうなのかなっていうのがあってね、だからちょっと迷ってるんですね。でもせっかく来たから買ってもいいなと思ってるんですが、今ね、オープンカフェというか、もう駅前のビルのグランディオビルっていうところのね、前のホールね、あのベーカリーカフェですかね、ホールでね一人でコーヒーを飲んでいます。もうダイエットというか砂糖を絶ってますから、なるべく砂糖を取らない。美味しいパンとかケーキとかいっぱいあるんですけどね、まあコーヒーだけで我慢しようかなと。けどね皆さん、砂糖はね本当に体に悪いんで、なんかなるべく避けた方がいいんですよね。まあ、カフェ巡りが大好きな人間からしたらそんなこと言うとおかしいですけどアクセサリー、シルバーのアクセサリーかな。これは何だろう、ちょっとアンティークな、これかわいい、すごいかわいい、これ280、これも綺麗、これ綺麗じゃないですか、これ素敵、何ヴィンテージ、これ綺麗なパープル2500円、わお、すごく綺麗じゃない、これもすごい綺麗、どうしよう、やばい、また買っちゃうかも。これおいくら万円、これ3000円、70年代のヴィンテージ、あーいいですね。これ支払いってカードでできますか、あ、できる、あ、ペイペイとカードと、これ買っちゃおうかな、これちょっとね、汚れが下に入ってしまってるので、なるほど、あ、本当だ本当だ、ちょっとシミがね、うん、ああなるほど、シルクだから、けどこのシミって取れない、なかなか難しいですね、なるほどね、ただまあ巻いちゃうとそんなに、そうですよね、気にはならないと思うんですけど、うん、そこがポイントなんですけど、けど綺麗ですよね、ちょっとこういう感じで、どうですか皆様、こういう感じで素敵ね、これヴィンテージですよ、70年代のフランスのものだそうです、3000円です、これかわいい、見てヴ
ヴィンテージ。そしてこれも見て、革耳。すごい素敵ですね。ヴィンテージ、このお店です。今日はね、土曜日なんで、もうアウトドアの席、自由に座ってもいい席が結構ね、いっぱいですよ。私もちょっとここに座って、おしゃべりでもしてみようかな。はい、ちょっとね、外のね、テーブル席に座ってちょっと、休憩してます。今日はね、土曜日、すごく人が多くて、アウトドアだからね、いいようなもんなんですけど、私はね、なんでまたグリーンスプリングス来たかというと、ちょっと新しいね、DJI ポケット2っていう、私のかわいいちっちゃいジンバルカメラ、それがね、きちんと、映るかどうかっていうのをね、試しに来たんですね。まあ、それはね、楽天ルームにも載せてるんですけどね、私ね、ガジェット好きでしょ。なのでね、このね、たまごっちみたいな、インスタ360っていうね、これもですね、GO2 だったかな、ちょっと名前忘れちゃった。これもね、すごいコンパクトでね、これで撮れちゃうんですよね。これ前回の Vlog でこれを使ったんですけど、結構ね、いろいろと使ってるんですよ。でね、今使ってるのはね、このね、ジンバルカメラですね。でこれね、使うのはちょっと国外で使うの初めてなんで、かなり前に発売されてるんですけどね。でそういうね、楽しいオタク生活をしてるわけなんです。で一人でね、座って屋外でカメラに向かって喋ってるという、ちょっとね、こういうアラカンってなかなかいないんじゃないかなと思うんですけど、このね、立川のサンサンロードっていうね、道路が立川駅の北口からずっとですね、南北に伸びていて、北の方に行くとね、イケアが あるんですね。そしてまださらにずっと行くと、ララポートがあるんですね。私の好きなララポート、ザラ、H&M、そういったものがね、すべて、あるユニクロ、GU もすべて入ってるララポートがね、そしてそこをいいことにね、私は楽天ユーザーなんで、ララポートのいいところは、楽天ペイが使えるんですよね。だから楽天ポイントとか楽天キャッシュで、楽天ペイでお支払いができる店が結構多くて、ザラなんかもね、楽天ペイで払える、すごくね、珍しい、ところなので、すごくね、利用しております。そういったところでね、ちょっと今日はまた同じように立川散歩になったんですが、本当はね、都心に行きたいんですが、近畿線の関係でね、ちょっと今躊躇しています。東京はね、緊急事態宣言延長になって、なかなかね、この地元でうろうろする、まして屋外でね、うろうろするのはいいんですけれども、わざわざね、移動してってなると結構ね、気を使います。都心っていうと電車にね、長く乗って行かなければいけないので、YouTube のネタとしてはね、都心に行った方が本当はいいんですけれどもね、都内のホテルのレビューとかもね、Vlog でしていきたいと思います。ではまた、こういうね、 Vlog も同じようなネタになってますけど、飽き足らずにまた見ていただければと思います。それではまたね、バイバーイ。